宮本でございます。今ご紹介いただきましたが、普天間基地を巡りまして、普天間政権と日本政府の間に対立が起こっているわけであります。普天間基地をというのは、これはおそらく世界でも最も危険な軍事基地ではないかというふうに思っておりまして、これを閉鎖撤去するということは、これは誰しもがですね、急いでやらなきゃならないということは認めざれないところではないかと思いますが、この閉鎖にあたりまして、日米のこれまでの合意が新しい基地を作るということになっていまして、それが沖縄県の名護市の辺野古に予定されているわけでありますけれども、これは今まではですね、沖縄の基地というのは、これは占領下で重権でもって米軍が取り上げた、そして作り上げた基地なんでありますが、今回辺野古に新しい基地を作るというのは、これは沖縄人、そして日本人が初めてですね、自分たちの手で沖縄に新しい基地を作るという問題でありまして、その意味ではですね、これからの日米関係を決定するという問題でもあると同時にですね、沖縄の問題を今後どうするのかということについて決定的なですね、その意味を持っていることではないかと思います。沖縄ではそのために非常に激しい反対が起こっているわけでありますが、私たちの心配していますのは、本土の世論というのは必ずしもですね、この問題について正しい判断をしているとは思えない。特にこれは残念なことでありますけれども、マスメディアの報道を見ますと、どちらかというと米国政府の言い分に偏っているのではないかという危惧さえ持つわけであります。それで、これは当然沖縄ではもう非常に大きな反対、そして世論が起こっているんでありますけれども、私どもとしてはこれはですね、今後の日米関係を決定する重大な問題でありですね、何らかやっぱり本土の人間としてですね、この問題についての正しい判断というものを示していきたいと思っております。普天間政権は今のところこれを決定を延ばしておりまして、そのことは当然なことでありまして、私どもとしては正しい判断が行われるようにですね、してもらいたいと思っておりますが、そこで、差し当たってですね、学者知識人に呼びかけまして、これからご説明いたします声明を支持してもらいたいという呼びかけをいたしまして、非常に多くの方から、そしてまた非常に分野の広い方々の支持を得ることができましたので、今日第一次として発表させていただきたいというふうに思っているわけであります。私どもの声明の趣旨、4点ございますので、これを読み上げさせていただきます。1、私たちは辺野古に新しい基地を建設することはもちろん、沖縄県内に普天間基地の機能を移設することに反対する。すでに沖縄には過重な基地の負担が押し付けられている。これ以上沖縄の負担を増やしてはならない。またこれまで行われた住民投票にせよ、各種世論調査にせよ、県議会選挙や直近の衆院選挙にせよ、沖縄県民の意思は新基地建設に対して明確に非と示されている。日本は民主主義の国であり、選挙で示された県民の意思は尊重されなければならない。さらに日米合意で基地建設が計画されているオーラ湾はジュゴンなども生息する自然豊かな海域である。地球温暖化への
人類全体の対応が迫られている中で、なぜこの貴重な自然を潰して基地を建設しなければならないのか、私たちは納得のいく説明を聞いたことがない。2、米国は旧政権との合意の確認と履行を新政権に迫っている。しかし辺野古移設計画は自民党政権、自民党県政であっても13年間全く動かすことのできなかった計画である。もともと普天間問題は1995年の海兵隊による少女暴行事件が発端であり、沖縄の負担軽減策として5年ないし7年以内の全面返還が約束されたものである。それがいつの間にか県内北部への巨大基地建設へとすり替えられた。沖縄県民ならずとも納得できる話ではない。麻生政権は政権交代を見越して極めて不平等性の強いガム移転協定を米国との間で結び、当時持っていた衆議院3分の2の議席によって強引に採決批准した。新政権はこのガム移転協定も含め問題の推移について改めて検証し、今後の方針について時間をかけて再検討すべきである。米国はその間圧力をかけるべきではない。3、日米安保条約に基づく米軍への基地供与は沖縄にあまりに集中しすぎている。仮に現在の日米安保条約体制を前提とする場合であっても、本土の米軍基地への受け入れの可能性や国外移転を真剣に検討すべきである。4、ただし日米安保条約が50年以上も前の米ソ中冷戦構造を前提にして作り上げたものである。冷戦は終結して20年が経ち、東アジアの国際環境も大きく変わっている。冷戦時代に想定したような大規模な軍事衝突が近い将来東アジアで発生するとは考えられない。私たちは冷戦思考から脱却し、周囲の国々との間に信頼を醸成し、敵のいない東アジア地域を作り上げていくべき時である。その視点から言えば、普天間基地をはじめとする沖縄の基地は不要である。そこで普天間基地だけではなく他の基地についてもいずれは撤去を実現することを目指して努力すべきである。私たちは今日米安保条約体制を見直していく必要があると考える。まずは日米地位協定から始めて新日米ガイドライン、防衛協力の指針、これを見直し、続いて鳩山首相がかつて主張した常時中流なき安保の実現や、さらには安保条約そのものの見直しへと進んでいくべきである。まあ、以上が私どもの声明文の骨子であります。これをこれから政府、またアメリカ大使館その他に提出をしたいと思っておりますし、また今回はですね、沖縄の方をには全く呼びかけませんでした。これは本土が沖縄の心というものを示したいと、それを支持してですね、そして沖縄の人たちが今行っています新基地に対する反対に少しでもですね、私たちの声を伝えたいということで、本土に限りましたけれども、今後はですね、これを全国的に沖
沖縄を含めて、その広めていきたいというふうに思っておりまして、まあ、今日はまあその出発点ということで、皆さんにぜひこの声明を対して、これを世論に伝えていただきたいということで、この会を持たせていただきました。